シンフォーエアサーバーは富士通が開発、販売する、リレーショナルデータベース管理システムのことである。ソラリス、リナックスよび Windows 上で動作する。メインフレーム前身のドバイがオープン系システムに対応した際に、シンフォーエアに解消された。1995年10月に初期版が発表された。ホスト上の RDB との親和性、移植性が高い。 際立った特徴として RDBMS 製品で初めて実装された表パーティショニング DSI がある。これは実お及びインデックスをキーにより複数の格納単位に分割する機能である。物理的に格納単位を分割するためディスク質入力の負荷の軽減、大規模データ検索の高速化、排他の局所化、障害時のリスク軽減などが期待できる。 たとえ分割を行わない場合でも DSO、DSI DS はテーブル作成後に明示的に定義する必要がある。変わった機能としてデータファイルのバッファを DSI 単位で個別設定する機能、DSI のデータを丸ごとメモリ常駐させる機能がある。デフォルトのトランザクション分離レベルが一般的なリードカミーテッドではなくラピータブルリードであり、 セレクト文の実行でもロックを獲得するため、安易にセレクトをかけて、広範囲にロックをかけてしまうことがある。環境設定ファイル、アプリケーションの設計などで、ロックの強弱の設定や、レコード単位のロックの導入などのチューニングが必要である。アッド特性は、表、インデックスへの配達及び、テンポラリログを利用して実装している。 RDBMS エンジン本体は1プロセスである。1セッションごとにプロセスが起動するのではなく、セッションごとに対応するスレッドを RDBMS エンジン本体内で生成する。RDBMS 管理作業は RDBMS エンジンが稼働しているサーバ上で RDB をプリフィックスとしたコマンドを実行するか GUI による操作を行う。ハクラスタ。 パラレル構成による HPC クラスタ構成が構築可能である。JDBC ドライバー、Windows 用のオーデビューシドライバー、ネットフレームワーク連携機能が提供されている。大規模高信頼性向けから小規模部門サーバー向けまで、企業内容とに合わせた構成、価格帯の製品選択が可能である。対応 OS は Windows、s o l a r i s Linux、X、 HPUX 版は出荷されていない。V3、X、V4 時代、徐々に処理速度が落ちてしまったりバックアップから復旧できない簡単な計算を間違える等の致命的不具合が発見されたことがある。ありがとうございます。